皆さんこんにちは、ひがです。はい、ということで大会に向けた、トレーニングルーティンを今日は、紹介していこうかなと思います。トレーニングルーティンちょっとあれやけど、大会に向けた一日を、今日は紹介できればいいかなと思って、今日は動画を撮っていこうかなと思います。あと3週間ぐらいなんで、パツパツなんですけど、トレーニングの、向けたところをちょっと細かく紹介できればいいかなと思って、動画を撮っていこうかなと思います。まあ大会に出る人ってあんまり少ないから、まあちょっとまあ参考になるとかはちょっとあれですけど、でこうまあなんかまあガチでやってますよーっつって、はい、感じで、まあで今とりあえず今起きたんで、体重測りに行こうかなと思います。1キロ増えてる。ただいま朝の散歩をしております。最近は山みたいな道を歩くようにしてます。山道とかだと坂道あって、結構ね傾斜がカロリーをね消費してくれるんで、朝一に、まあ、散歩がてらちょ気持ちいい感じの山登れる感じで、ちょうどね僕家の裏にね山あって、あの大阪に行った時にアレックの家の後ろがね山だったんですよ。それを一緒にね有酸素した時に、あめっちゃいいなと思って、今回の減量は晴れてる日とか天気がいい時は山道登ってます。こののどかな感じがいいよね。坂道がねないお家とかだったら、まあ、ジムとかねマシンで有酸素した方が、まあ、痩せるんですけど、まあ、自然の力をなんか浴びつつじゃないけど、なんかいいんだよな、パワーもらえるじゃないけど。いつも歩きながら僕はね最近神社に行くんですよ。でちょっとね、まあ、神社まであと少しなんで、あの神社にと最近めちゃくちゃねなんかこうパワーもらえるじゃないですけど、神社のとこにちょっと皆さんをちょっとお連れしていきたいと思います。はい、ということで来ました、神社。ここがね、またね、いいんすよ。押す。よし。本日もしっかりと押すやってね。この階段がね、険しくていかついんですよね。なんか、それね、この階段が結構あって、階段も一つ一つがちょっと地味にあるから、いいんだよな。こっちとか、竹ばっかりで、最高じゃね。マジで。神社、まあ、こんな感じですね。なんかやっぱ自然もそうだし神社もそうだけど、やっぱパワーもらえる感じするよね。なんか神社巡りっていうのがあるからこそ、あるからっていうかな、そのなんていうの、あるぐらいだからやっぱ神社はやっぱいいんですね。はい、ここから有酸素しっかりとやっていきたいと思います。で朝ごはん食べます。今日はなんかまあ納豆でいいかな。朝ごはんは米160、味噌汁とあとはこういう系ですね。いただきます。わちょっとなめこいこうかな、一発目。このお米を大切に食べるっていうね、最近はドラゴンボールにハマってて、めっちゃ初期のドラゴンボール、めちゃくちゃ初期のね、最近ドラゴンボールを見ながら有酸素とかやったりとか、なんかドラゴンボールなんかいいんだよね。めっちゃ昔のほんと初期、もう今あの天下一武道館のとこ見てます。最近はなんかドラゴンボール長いし、減量って結構有酸素したりとか時間がなんか余ったりとかする時間が多くて、最近はドラゴンボール見てます。今からね、トレーニング行くんで、トレーニング前に飲むサプリをちょっと紹介しておこうかなと思います。最近は、こちら、クレアアルカリン、クレアアルカリンと脂肪燃焼サプリって感じですね。
まずこれで基礎代謝上げる感じですね。なんかやっぱトレーニング中もなんかこう代謝が上がるような感じで、めっちゃ汗かいてみたいな、で脂肪が燃えていくようなイメージ。トレーニング前に飲みます。で今回の原料からクレアルカリ飲むようになったんだけど、これ結構やっぱいいわ。トレーニングの30分前とか、だから飲むようにして結構気持ち高めてますね。君がいなくなった日々もこの減量中って大会に向けて、ね、どんどんエネルギーが少なくなっていくわけじゃないですか。だからトレーニングのパフォーマンスを高い位置で維持し続けることができるサプリがクレアルカリ。だからやっぱトレーニングの質を結構下げないっていうのがやっぱこう減量のコツだなってなんか今回思い始めて、質の高いトレーニングできるかっていうのが大事だなと思ってて、でプラス毎食とりあえずビタパワーでビタミンとか摂取したりとかしてますね。ガパオ、今日は原料ガパオでいただきます。これがね、またうまいんですよね。うわ、いただきます。うめえ。筋肉は食わないな。筋肉はいっぱい食って、いっぱい運動する。それが一番いい。まあ、どれぐらいストレスなしに減量できるかが、この鍵だと思いますね、僕は。減量してるっていう感覚にならないのが一番強いと思う。楽しめてる時が一番強い。強いっていうか、なんか楽しめてる時が最高だなっていうか、義務トレになったらおしまいですね。楽しいトレーニングが一番いい。増量中から減量の大会までやっぱずっと楽しいトレーニングができてるのが一番いい。今年もね、大会あと少し、マジあと少しなんですけど、やりきっていきたいなと
思います、はい。まあ僕の今回の大会ね、本当にいろんな人たちがね応援しに来てくれたりとかする予定なんで、まあ、それにねみんなに恥かかないようにしっかりとね結果で示せるようにしていきたいなって思ってますね。もう痩せるって決めたらね、もうやるしかないから、あと大会までほんの残り少しやりきっていきたいと思います。てな感じでね、今日の動画は終わっていこうかなと思います。次の動画でお会いしましょう。またね。